今回はゴキブリに詳しい一致が、ゴキブリの侵入経路をランキングにして紹介していきます。それではどうぞ。衝撃ゴキブリが家に侵入する経路トップ5がこちら。5位排水管。トラップがあるため登ってくるのは難しいと思われがちだが、たまに突破してくる猛者がいる。4位エアコン。外に繋がっているエアコンのドレンホースから入ってくる模様。エアコンをつけたらゴキブリがボトッと落ちてきたという報告も多々。ちなこれの対策には専用のキャップを使うのがおすすめやで。3位換気扇。ゴキブリは2ミリメートルの隙間があれば侵入できると言われている。もちろん換気扇は余裕転載禁止で通れてしまうのだ。たまに侵入に失敗してプロペラに刻まれて勝手に死ぬゴキブリがいる。2位は何だと思いますか？玄関。正解。2位を玄関窓網戸含む。きっちり閉めたつもりでも余裕で入ってくる。サッシと枠の隙間が2ミリメートル空いていたらもう諦めるしかない。洗濯物についてくることも多い模様。宅配の段ボールに卵で入ってくるって聞いたな。そして1位は。洗濯物についてることあるの？やばすぎだろ。虫ほんと嫌い。じゃあ1位いきます。1位外でバッグや服、通販の段ボールについてくる。堂々の1位はこれ。いくら部屋をきれいにしていても、ゴキブリ対策をしていてもバッグに侵入したのを気づかず持って帰ってきてしまう。バッグへの侵入だけでも防ぐためにどこかで地面や床にバッグを置くのは絶対にやめよう。また、通販の段ボールにもゴキブリの卵が大量に付着していることがあるからそれにも注意だ。これ本当だったら換気するわ。段ボールに卵ついてたらさすがにわからんか？排水管って水流れるのによう上がってくるな。ブラックキャップ置いとけばあいつら見なくなるよ。マジレスすると窓開けるのが一番やばい。虫って結局窓と網戸の隙間なんよな。換気のために開けたら隙間に入ってたのが部屋に来るほんと中期炎かな。言うても拡大やとよほど目の詰まった網戸や内藤畳んでもうの目から入り込むで。網戸あるのに窓開けてたらスズメバチ部屋に入ってきたこと何度もあったわ。あんな大きいのどうやって入ってくんだよ。網戸のある窓は右側を全開するときだけ鉄壁ガードになる。ちょっと開けや左側全開は隙間ができてるぞ。網戸も正しい配置で閉めておかないとガバガバやで。玄関、サッシはしっかり閉めるとかの問題じゃなく下部分のレールとの間に隙間がある。これもある開閉できるタイプもあるけど。夏に部屋でパソコンしてたら後ろからブンブンって低音の羽音が聞こえてきて。振り返ったらでっけえスズメバチ飛んでたわ発狂した。どうやって対処したんだよ。結構前の話だから記憶曖昧だけど網戸を開けてご退去してもらったような。蜂もなんか外でたがってた気がする。スズメバチは縄張り持ってて同じところを巡回したりするから気をつけるんやで。お風呂上がりにパンツ履こうと手に取ったらパンツから蜂が飛び出してきた時さすがに焦った。エアコンってドレンよりも中と外つなぐホースを塞ぐところに塗る粘土みたいなのの隙間からの方が多いんやないの？この前エアコンの人言うてたで。ゴキブリなんてここ数年ちっちゃいのか死骸しか見たことないわ。ちっちゃいのは。成虫じゃなけりゃその場で潰せるから余裕よ。玄関の隙間はガチでビビったわ。叩き落としてスプレーかけたら閉めてる玄関から逃げていったわ。一匹持ち帰っても繁殖せんやろ。あいつらメスいないというが一人で妊娠するぞ。ゴキブリはメスだけで集まるとオスなしで活発に卵を産むという、北海道大学の加藤匠さんらによる研究グループによる発表が先月、話題になりました。実験に使われたワモンゴキブリはオスがいる場所では通常の生殖。オスがいなければメスだけで生殖するのですが、メス3匹を一緒に飼うとより活発にメスだけで生殖するというのです。北海道か長野以外でどっか逃れることできない？3回住みはい、無敵。出る家は何したって出るから環境を変えろ。段ボールがダメならもう生活できないな。何日か開けない段ボールとかたまにあるやろ。段ボールはすぐ捨ててるわ。つまりジートは共存共栄しろということや。北海道で見たことないや。嘘ばっかで草段ボールにジー卵は嘘やで。自室に入ったらコウモリ飛んでたことあったわ。どこからどうやって入ってきたのかマジで謎。コバエやカモだけど、ワンプッシュ系おすすめ。あれ使い出してから出現頻度が減ったよ。まあなんかこっそりやってんかもだけど。どうせ寒風が無理なら見ないに越したことはない。生息範囲が少しずつ北上しているから、北海道もいずれは。台所洗剤をピュッとかけたら即死するって聞いて何度かトライしてみたんだけど、あんなの命中させんの無理でないの。部屋中洗剤だらけになってしまいますよ。でも洗剤で退治してみたい。ちょっとした小金虫くらいに思ってるだろ。自分も触ってみたいくらいに思ってたけど、北海道から上京して初めて部屋に出てきた瞬間嫌いになった。それくらいおぞましい。ブラックキャップマジですごいぞ。置いた瞬間からゴキを見なくなって早2年。ほんまやで。段ボールはボール紙2枚重ねているから、
蓋になる部分等に切断面があって隙間が見えるやろ。あの隙間に産みつけるし、そのまま隠れていることもある。輸送時にはテープで塞いでることもあるけど、発送者が梱包する前に倉庫等に保管放置してある時に入りやすい。こういうのが嫌だから最上階隅にしてるわ。うち1階だからかな、あんまり効果を実感できなかった。みんな絶賛してるのに。段ボール仕事でも私生活でも大量に扱ってるけどゴキブリは見たことないな。すでに家に侵入してたゴキが段ボールを住処にする可能性はあるとは思うけどね。青森でもここ数年見かけるからついにブラックキャップ置いたわ。今日ゴキの死骸一匹いて捨てた。それを飲みにしてやってみたけど、嘘だわ。ものすごい勢いでかけないと洗剤の中でもガキ苦しみながら動いてるし。鬼あんまの模型は効果あるのかな。マジであいつら人が玄関のドア開けるの待ってるからな。犬並みの知能がある。ブラックキャップ効果ないならホイホイの方が良いかもしれんな。後はワンプッシュのやつを定期的にする。毎年6月頃、夜散歩してると、なぜかアスファルトの路上を歩いてるのをたまに見かける。G は夏の季語やね。ダンボールに卵ついてるという話だけは信じてない。本当ならダンボール屋さんは虫だらけってことになるじゃない。入り口から入るパターンは多いみたいだね。エアコンのドレンホースからはカメムシも入る。家の中に巣があるんじゃね。コウモリは 1,2 センチの隙間があれば入ってくるぞ。足高軍曹クモさん現るどころ G あり。足高さんは G の匂い嗅ぎつけて捕食のためにその家に住み着くので56したらあかんで。始末し尽くしたら他の家へと勝手に旅立ってくれる。中には志半ばで朽ち果ててるのもいたりするけど。玄関からこんにちはは何度もある堂々としたもんだよあいつら。干してた布団を入れるのに窓や網戸を開けたらハエとかハチが入ってきたことが何度もある。狙いすましたようなタイミングで入ってくるから困る。ドレンホース用キャップみたいに玄関ドア下も対策品売ってほしい。キッチン換気扇白っこファンだと中のダクトがテープ止めなので時間経つと剥がれて隙間できる。一度押し入れの中とか徹底掃除すること進めるで。黒い細めの1センチメートルくらいの糞が落ちてたらアウト。虫の侵入は隣人ガチャ要素も結構あるよな。お部屋の住人が来るとどうやっても遭遇率増える。洗剤を多少水で薄めて霧吹きに入れてぶっかけると良いぞ。先端がネジになってて射出範囲を絞れるやつが良い。あとゴキは洗剤かけてもすぐには死なない。あいつら腹部にある鬼門が水で塞がれないように体に油がついてるんだけど、それが洗剤で溶け落ちてそのまま鬼門を塞ぐから死ぬんよ。なので少々時間がかかる。けどよほど薄いか少量でもない限り浴びた時点でお前はもう死んでる状態になる。ということは禁煙種の南京虫とコジラミも入ってくるな。スーパーでダンボールはすぐステロになる。なんだかんだでゴキホイが一番効く。宝山団子は隅っこで死骸になられるのが不快だからうちは使わない。ダンボールを介しての経路が大きいんだよ。海外から通販をよくするんだけど小さい透明な雲がよく潜んでるわ。虫の居心地が良いんだろ。昔住んでたクソアパートは閉めてる窓の隙間が大きくて窓閉め切っててもゴキが入ってくるというクソ部屋だった。エアコンから出てきたことがある。G でも生存ギブアップする灼熱の部屋や猫がいる部屋からはゴキブリも逃げ出すみたいやで。玄関の扉の隙間に隠れていたらしく、開けた瞬間入り込んできたのには殺意はいたわ。そりゃ新品はついてないだろ。売れない商品がしばらく倉庫に眠ってたり個人が宅急便送るのに使い回してたりするからその時につく。目につくのは侵入してから成長した個体も多いで。家の湿度50から 60% 保ってたら出てこなくなった。ちょっと調べたら昭和20年代にはもう発見された記録があって昭和50年代には北は稚内東は根室まで広範囲で見つかってるらしいぞ。うちも1回だが、ブラックキャップ置いたら10年で1匹くらいしか見かけなくなったぞ。壁なおの換気扇から落っこちてきた時は思わず飛び上がった。外からの直送だからブラックキャップ置いてても無理という。4位のエアコンでこのランキングが当てにならないのがわかる。ドレンホースからは侵入できないよ。虫は隙間から侵入したり壁をよじ登るからな防ぎようがない。職場でも衛生上段ボールの再利用禁止やわ。段ボールはゴキの卵もそうやけど、トコジラミの卵ついてるとも聞いたから最近は商品取り出して即外に放り出してるわ。いやあのさ新品の段ボールの話じゃないってわかるやろ。G が本当にドレンホースから侵入してくるならねメーカーがキャップを最初からつけてるよ。実際は窓棚窓を開けっぱなしにしないようにしたら1匹も見ない。開けておいたら出る。窓って網戸をしていても開いたら中央だった部分に隙間ができるから入り放題な上に匂いがピンポイントで外に出るから呼び寄せる。特に台所の窓は開けないようにした方がいい。1位おまけの中身が知りたくて。ゲジゲジとかいう実はイケメンの G ハンター。あのキモいフォルムは速さのみを追求した結果やしな。G 捕食者の鏡やで。
なぜ両方コードネームにしなかった？買い物で袋いりません段ボールしてる人要注意。夜、就寝しようとした時に部屋の中に侵入された時の絶望感。耳が良いから床隅のカサカサ音でも気づいてしまうのよね。網戸と昔田舎で夜に窓開けてインしてる時にゴキがビューンと飛んできて塔に止まって大騒ぎだった。夜は網戸を開けちゃダメ。ホタル族とか夜に洗濯でベランダ出るとこっそり入ってくるだよ。致命傷を食らうと卵を撒き散らすという話は聞いたことがあるが、先日殺虫剤で仕留めた奴は死骸の周りに糞を撒き散らしてたわ。タバコも効果ある。エアコンってどれんよりも中と外つなぐホースを塞ぐところに塗る粘土みたいなのの隙間からの方が多いんやないの？この前エアコンの人言うてたで。ワイもそう思う。同じこと排水管にも言えるはず。いくらなんでも水が入ってるトラップの突破は不可能だと思う。ブラックキャップは屋内に置くんじゃなくて家の外に置かないといけないぞ。段ボールについてたらわからんやろな。すぐ開けるようなものならいいが、開けないものだとそのまま不可なんて全然ある。窓閉めてるのにスズメバチ入ってきたことあるわ。窓とカーテンの間にいて通りすがりの人が見つけて教えてくれたわ。昔実家の周辺はゴキもネズミも出てたし、シロアリにやられてる家もあった。自治会が仲介して一斉に対策してから一切出なくなったな。母親が結構ズボラなんだけど未だに出ない。今俺はマンション5階住みなんだけど嫁曰く、虫は3階までしか上がってこない理論だから出ないと思ってたら築2年目にゴキが出て肺も出るようになった。調べたら3階の斜め階のばあさんが室内、ベランダにゴミを溜めまくってそこから発生したらしい。悪臭もひどくて近隣からの再三の苦情で去年やっと転出してった。あれ以来全く出ないなぁ。分譲は本当近隣ガチャ外すと出るに出られないから大変だよ。お店で自動ドアが空いた瞬間にゴキが入店していったの見たことある。ワインチの場合、排水口だと思うわ。使わない時は常に栓しとくようにしたら出なくなった。ワイの家はどこからか侵入したヤモリさんがいらっしゃるので安泰。段ボールって住みかにも餌にもなるって聞いたな。宅配便の居留倉庫や段ボール倉庫を見たら気絶するで。足高軍曹に来ていただくかな。ゴキよりはるかに大きい軍曹がどこから入ってきたのかも不思議だな。最後までご視聴ありがとうございました。面白かったと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。次回もお楽しみに。